こんにちは、カウンセラーの山本恵美です。今日からちょっともうなんか最近ちょっといろいろね、もうちょっとこう歯に衣着せてるような言い方はやめようと思って、まあ、レス勝ち組に皆さんなりたいでしょうか。セックスレスでも勝てるというですね、まあ、セックスレス今日いろいろまあ、あれやばい、メルマガにね今日書いたんですけど、結局ねセックスレスの問題って考え方一つで全部変えられるっていう感じなんですよ。まあ、大体まあ一夫一婦制なんですよ、セックスレスの問題は。で一生一人の男と添い遂げないとダメみたいな考え方があるから苦しむだけの話なんですよ。まあ、実際さ、まあ、はっきり言って不可能じゃん、そんなの。そう、絶対気持ちも変わんないし、絶対その人だけにずっと欲情し続けるなんてありえない。それをそういうもんが普通でしょみたいになってること自体がさ、やばいわけよ、ね、しかも女性用風俗使っちゃダメ、一人の男としてしてちゃダメ、一人エッチしてたら虚しいとかになってたらさ、もうそれはさあなた苦しいですよみたいな。でセックスレスだからまあ私の体を使わなくても私って愛されるのねって思えればもうレス勝ち組なんですよね。そこでわかりますか。だから体を使わなかったらあなたモテないとか愛されないっていうかっていうわけじゃないんですって。何度も言うように男性の愛し方お金ですから、お金ちゃんと働いてきてくれてますよね。そしたらもうそこでもう風俗嬢なら願ったり叶ったりみたいな状況なわけですよ。わかりますか。風俗嬢の人っていかにテクニックとかを加えないで癒しの女になっていくかっていうところでもう仕事量とお金の量っていうのは変わってくるんですよね。もちろん、そのセックスが楽しめてるかどうかとか、まあ、テクニックとかも重要なんですけど、とりあえず立たせていかせるっていうのが彼女たちのお仕事なわけです、セックスのね。でも、まあ、なんか自慢というかやっぱり上手い女性というのは癒し系になり、そしてなんか疲れたって言ったら何もしないで大丈夫かって言って2時間私を寝かしてくれてみたいのが自慢話なわけですね。ご奉仕なしで一生愛されるんだったらもうそれでもよくないぐらいになるとですね、もう実際悩みじゃなくなるはずなんですよね。だって本当にかわいそうみたいになるわけじゃん。こんな可愛くて綺麗な女性を愛せないって立たないってかわいそうぐらいでしょ。なんかあこの人かわいそうだなみたいな、なんかこんなに綺麗な女性を立たってなんかもうできないなんておかしいんじゃないぐらいに思っておけばいいわけで、なんかそれをねすぐにやっぱり私愛されてない、もうそれはあなたのデフォルトであっていろんな考え方を選べるわけですよ。でも普通はみたいな、もう集合意識の昭和みたいな、もうなんかこうありえない話なんですよね。だからなんかセックスしないとつながってられない夫婦なのか、そんな下世話のなものがなくても仲が いられるのかっていうのは、まあ、それはさ難しいかもしれないよ、その下世話のものっていうものがセックスを。でもそれでもうまくいけてる夫婦とかだっていっぱいいるし、それでうまくいかせるっていうのがやっぱりその難しさだと思ったよね。面白さっていうかゲームの、ね、でやっぱりツインソウルとかさみんな好きじゃん、目に見えない世界、本当は繋がってたとかね。なんでそんなに目に見えない世界が好きなのにいきなりセックスレスになるとそこにこだわるのかっつうのが分かんないみたいな。肉体的に繋がれてないだけでもうかなり深いご縁があるわけですよ。そう結婚しちゃってるってことは旦那さんとなんかあるわけですよ。過去性も未来性も全てもうべっちゃべちゃひっくるめて全てなんかがあるわけそこにね。それは、まあ、逆に言えばすごい怒らせる対象であるのかもしれないし、すごい自分を失望させる対象であるかもしれないし、ではそこにはすごいエンターテインメント性があるわけ、あなたの旦那さんっていうのは。そのやっぱりその旦那さんっていう名前じゃなかったらそこまでの感情は揺る動かないから、他人だったらそこまで思わないんだよね。やっぱ他人っていうか自分、やはり私の夫というところでもうやはり世界が変わってくるから、それはそこのエンタメ性っていうか、なんていうの、感情の揺れ動き性っていうのは半端じゃなくすごいみたいな、やっぱりそこは
何クールではいられないわけじゃない。で そんなに深いつながりがある人と出会えて、まあ、もちろん結婚したい人とかだっているわけだから、まあ、そういうエンタメをたまたま見る、結婚というあなたのエンタメを見ることになってしまった、はい、じゃあどうするのかみたいな、めっちゃ面白くねってずっと言い続けてるのか、じゃあそのゲームをどれだけ自分がその感情を使いながら楽しんでいくのかっていうのは本当にあなた次第なんですよね。だってさ、もともとセックスレスになったってことは多分、まあ、もちろん、セクシャリティに興味がなかったわけではないとは思うんですけど、セックスだけの、関係じゃない人と付き合いたいとかそういうのを多分思っていた方だと思うんですよね。だから、もちろんそういうのも大切なんですけど、まあ昭和だったらそれかなみたいな、もうでもさ令和だからさ、やっぱりさそこら辺はちょっともうちょっとクールにっていうか面白くやってった方がよくないっていう話なんですよ、うん、うちの母親とかじゃないわけじゃん年代的に。だから本当に一夫一夫制の問題とかも自分もうあなたの問題になってるんですよ。だからで一人の男で全て回すみたいなさ、うちの母親とかもあったよね。そのロマンチックなこともしてほしいし、お金も欲しいし、彼からなんか子供も欲しいしみたいな、なんかよくわからない全てのことをパートナーに求めてたよね。本当にそれって自分だけで満足できないもん、自分が何かを作り出せないもんなのとかさ。だから本当にセックスレスだからといって何も失わないし、それこそ女性性とかも失わないんで、みんなちゃんとそこでね、なんかゲームを投げ出すんだよね。ほらやっぱりみたいな。私もそうだったけど、でもねゲームはね投げ出したらダメ。もちろん解消したいと思うし、それはあれなんだけど、味方です。単なる悩みは全て味方だから、そこから、どうするかっていうことをあなたはどうしたいっていうところをやれば必ずね面白い方向に行くんだよね、人生というのは。えみたいな。だから、やっぱりそのきっかけっていうのは完璧にできているので、セックスレスも何か本当にねすごいいいきっかけだと思いますよ。ここまで悩んでるっていうことはかなりいいきっかけだと思います。ということで今日はレスからだから得することだってあるんじゃないかっていう考え方をまず入れて、それを私にとって何なんだろうって本当に考えてみてください。嫌でもね、そっから何を得れるかです。ということで今日もご視聴ありがとうございました。